morning, we'd like to have the remarks from Mr. Coates, please. With the changes to the Olympic program that the executive board... Mr. Christophe Dewey, Olympic Games Executive Director, members of the IOC coordination. This week, these sports teams have had a high emphasis on engaging with youth, and this week we will hopefully get very close to settling the location of these new urban sports. 輸送の問題はセキュリティ、ゲームプラン、宿泊など全ての大会の運営に直結する重要な問題であります。先週小池都知事が大会までに選手村と新国立競技場を10分で結ぶ極めて重要な環状2号線の開通とバス駐留拠点デポを完成することを表明をしていただきまして、我々として安堵いたしているところであります。しかしまだ当初のトンネル構造は断念したと聞いておりますし、完成時期や構造が明らかになっておりません。もしこの道路の完成が間に合わなければ、大会関係者の輸送のみならず大会期間中周辺にお住まいの方々などに都市機能に重大な影響を及ぼしかねません。大会時の輸送計画に関連いたしまして、この度環状2号線がオリンピックの前に開通をし、そしてこの環状2号線に隣接いたします築地市場は、当面オリンピック・パラリンピック用の車両基地としてデポとして活用する方針をお示しをいたしました。今後これを実現するための具体的な工程について詰めてまいります。